年老いた猫が子猫を後ろからそっと抱きしめる一枚の写真。それを見れば2匹の猫の間に深い絆が生まれていることがわかります。2匹のその熱い友情は飼い主さんの心を動かしました。離れられないほどお互いを大切に思っている猫たちの気持ちを汲み、飼い主さんはある決心をしたのです。その男性は1匹の猫、そして2匹の犬と暮らしていました。年老いた猫とお気に入りのベッドでのんびりくつろぐのが大好きな犬たち。彼らとの暮らしは時に賑やかで、男性の毎日を豊かにしてくれます。とはいえ3匹もの動物と生活する男性はもうこれ以上ペットを増やすつもりはありませんでした。そんなある日、男性は偶然1匹の子猫と出会います。そこはたくさんの車が行き交う交通量の多い道路。子猫は行くあてがないのか、その道路をふらふらと歩いていました。危ない。動物を大切に思う男性はとても見ていられません。思わず車を止め、猫の元へと駆け寄りました。辺りを見渡しても母猫らしい猫や飼い主さんらしき人は見当たりません。男性は優しく子猫を抱き上げます。そして周辺の家のドアを叩き、子猫のことを知る人がいないか探して回りました。どうしても子猫を放っておくことができなかったのです。けれど子猫がどこからやってきたのか知っている人は誰もいません。男性は仕方なく子猫を連れて帰ることに決めました。このままでは車にひかれてしまうかもしれません。自宅に連れ帰ってお世話をしながら子猫を引き取ってくれる人を探そうと考えたのです。そうして一旦男性の家で暮らし始めた子猫。子猫は初めて見るその家にあっという間に馴染んでいきました。先住猫や犬たちも子猫を優しく受け入れます。その中でも特に子猫を気に入ったのが年老いた猫でした。子猫が可愛くて仕方ない様子で抱きしめて離しません。それは男性にとって意外ではありましたが、微笑ましい光景でした。もう離れたくない。年老いた猫の強い意志を感じます。子猫も先住猫からの友情を嬉しく思っているようでした。一人ぼっちでさまよっていた子猫にとって温かく迎えてくれる存在はとても心強かったのでしょう。あっという間に友情を深めていった2匹。結局男性は子猫を正式に家族に迎えることに決めました。すっかり仲良くなった猫たちを見ると、もう引き離すことなどできないと感じたのです。これで男性の家で暮らす犬と猫はそれぞれ2匹ずつとなりました。そのおかげで猫の立場が少し強くなったのかもしれません。年老いた猫と子猫は犬のお気に入りのベッドを使い始めました。けれど犬たちもそれに腹を立てたりはしていないようです。仲良く一緒にベッドを使う猫たちと犬、優しい男性のもとで暮らす動物たちは今日も平和な一日を過ごしています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。